俺も全部ぶつけてお前をねじ伏せてやるよ。はじめに田中雅人選手の優勝です。NWA のベルトは俺の方が似合う。かつて ECW のチャンピオンベルトを巻いたことがある田中雅人、3日前に田中は突然ベルトを強奪。前代未聞ベルト持ち逃げ事件勃発。そのベルトを手にして今辺りを平原、弾丸戦士田中雅人。全くベルトを返さようとしないこの田中に橋本はどんな制裁を加えるのか。しかし田中ここまでしてやったり、撹乱作戦が成功。弾丸戦士田中、橋本のどてっぱらに風穴を開けるか。続きまして橋本誠也選手の入場です。して想像なし。昨年の今日ゼロワンを旗揚げした破壊王橋本真也、プロレス界の常識をぶち壊したいとゼロワンロードを突き進みます。平坦な道ではありませんでした。彼が提唱する破壊、創造、誕生、それが今橋本コールとして結実。試行錯誤は続く。走り続ける橋本、迎えて1周年、安息の日は1日たりともなかった。橋本真也リングイン。試合に先立ちましてスカイパーフェクト TV 様より1周年を記念して両選手に花束が贈られます。まずは田中に花束の贈呈です。そして橋本真也、あくまでも表情は険しく。第9試合ダブルメインイベント、ダブルメインイベント下克上決勝、時間の制限一本勝負を行います。青コーナー181センチ、108キロ、称号を手に入れてみせる田中。赤コーナー183センチ、135キロ、橋本千秋。田中の無謀な行動、ドラマの先は何が待ち構える。田中がベルト、強奪したベルトを目の前に、そして今会場に、嫌な形でのお披露目です。1周年嫌な形でのお披露目です。既に試合が始まった。怒った橋本の記録、怒りは既に破壊を脳髄まで貫いた。いやー金沢さん、はい、田中がとんでもない仕掛けに出ましたよね。田中が思い切った仕掛け、もう橋本を最初からもう怒らせようっていうね、もう見え見えなんですけども、これを怒って当たり前ですよね。本当ですね、これは思い切った点出ました。まあ、橋本選手ね、今年はプロデューサーとは呼ばせないよってこの間言ってましたけども、はい、あの本当のファイター橋本、今日見られることをね、僕はすごく楽しみにしてます。本当ですね、長野さん、はい、いよいよ橋本ですがね、はい、相手の田中がかなり強烈な挑発をしました。そうですね、まあでもある程度これ田中君っていうのに橋本は
目をかけてるんじゃないですかね。試合前に確かに橋本はそういうこと言ってましたよね。そうですね、まあ、長野さんの言う通りであって、もう昨年の8月の時点でこの田中が初めてグローブをつけてゴルドーに向かっていく姿を見て感動したわけですよね。そのようですよね。橋本はゼロワンに入れと、ただ田中はあの自分はフリーだということで、橋本はですから今回もし何かこの試合を通じて弾けるものがあったら、ゼロワンに入らないかという呼びかけもしてますよね。なるほどね。田中は終わった時が全てだと、その時自分の気持ちがどう変わっているかですという答えなんですよね。なるほど、はい。確かにあのゴルドー戦の田中を見て橋本は言いました。あの中であの興行で一番良かったのはあのカードだと、俺は感動したんだと言っていましたが、その田中がやはりけさぎりちょっぽく言いました。いやー、夢の相手、いつかは戦いたい相手、うん、田中は常々そう語っていました。そうですね、この01に上がるにあたって橋本慎也というのを標的に上げてきましたよね、はい、しかしその前に立ちはだかったのが大谷であって、その大谷と出会ったことによって田中は一回り大きくなりましたよね。そうですね、大谷によって初めてそのメジャーの厳しさ、メジャーで叩かれてきた人間の厳しさを肌で知りましたよね。それと同時に田中は自分がやってきた FMW の9年間が間違っていなかったということも知ったわけですよね。そうなんですね。そして田中にしてみれば、岸君もFMW を離れてフリーになって、はい、それが同じ時期なんで、ゼロワンの旗揚げとね。そうなんですよね、ちょうど重なるわけですよね。そうなんですよね。彼にとっても1周年なんですよね、夢のような1年でしたかって聞きましたら、そんなことありません、あっという間の1年でした、コンディションはどうですかって聞きましたら、田中はもう発熱は収まったと聞きました。一時はコンディション悪かったんですね。そうですね、さあ橋本です、そして田中です。さあ橋本ラリアットに橋本の巨体が倒れました。田中もしかし腕にダメージを負いました。そうですね、あとはエルボー見たいですね。見たいですね、はい、弾けてほしいと願う橋本、絶対弾けるという田中、今度は足一つ一つの重みが違いますか。アンマン選手、コンプリートプレイヤーズ田中、これ金沢さん、はい、田中が理想的に進めたいのはどういう格好になる時ですか。そうですね、このままだとずっとペースを握られそうですがね。そうですね、やはり耐えて、耐えながら、はい、エルボーでしょうね。エルボーね、彼の中で活路を見出せる技はやはりエルボーだと思うんですよね、まあ、その方ダイヤモンドダストとかいろんな技ありますけども、最終的にはエルボーだと思うんですよ。ロープイン飛ばして対角線、橋本です、タックルできました。そして田中足を取る、ダブルメインイベント、橋本と田中の3発4発5発小刻み、そしてロープの反動を利用した、弾丸エド、そしてもう一発、もっとぶち込んでほしいですね。もっとぶち込んでほしい、はい、橋本に弾丸エルボー、うまい、もう一回あえて受けていますか橋本。さあ田中、重いドロップキックを食いました。長野さん、はい、とにかく橋本にしてみればね、はい、今までプロデューサー業も仲間ありました、はい、いろんな意味での気苦労もあった、しかし1レスラーとしてもう一度この1年は輝きたいという言葉がありましたが、それどんな印象ですか。なやっぱりこれね、このリングの上にね、1周年迎えて、これやっぱりもう橋本の多分もう汗と本当努力とね、それは全部染み込まれてると思いますよ。でここまでやっぱり今若い選手見せてもね、やっぱ橋本の気持ちがちゃんと、ね、伝わってますよね。若い選手たちやっぱ、はい、うん、大したもんですよ。すごい音がしました、破壊用の破壊あるキックに今これ田中今日の試合はとにかくこの田中の挑発から始まりました。というよりも金沢さん、はい、ベルト強奪のところから挑発が始まってるわけですね。そうですね、まあ、僕から見ればね、それは戦いに付加価値をつける、まあ、パブリシティの部分もあると思うんですよね、はい、ただそれは気持ちの表れですよね。ここまで自分を追い込んだということですよね、
まあ、今日の橋本選手ベルトに云々関わらず、はい、かつてね下から上がってくる力、金山小島中西永田、うん、この連中を叩き潰していた橋本を放出させますよね。なるほどね、しかし田中も大谷、川田、長谷、太陽ケア、もうさまざまな相手と対戦することができた。彼にしてみれば得難い一年でしたよね。そうですね、フリーであるという立場だからこそできたことですよね。本当ですよね。川田にもやられた、長谷にもやられた、はい、大谷にもやられた、はい、でも得たものは大きいですよね。大きいですね、はい、そして今日の橋本戦、ある種私にとっては集大成と言っていたこの戦い、さあ田中が足を取りました。足元にしてみるとこの足が嫌ですよね。そうですね、やはりあの膝は昔からね、弱点ですからね、はい、非常に険しい表情になりました。長野さん、はい、ここまでの橋本の戦いぶりはどうですか。そうですね、やっぱり横綱相撲というかね、まず受けてると、はい、でやっぱでもその途中でやっぱり反撃してますけども、うん、それに対して田中君っていうのがね、はい、タフですね、彼もね、うん、でパワーもあるし、もっと早く片付けてしまうのかなと、うん、いうのがあったんですけども、やっぱこれね、橋本ね、何か彼のなんか中でも何か引き出したいですよね。あさあその橋本田中、怒ってみろこのやばい、怒ってみろというように田中がまた挑発に出た。橋本はパンチですね、田中の首元そして顎を捉えました。とにかく田中の甲高い声がこの場内に響き渡りました。怒ってみろこの野郎、その言葉にまるで答えるように今度のキック、橋本です。非常に痛烈に入りました。さん曰くもっともっと引き出したいんじゃなかろうか。さあ橋本がどういう風に田中を締め上げる、左のハイキック、まだ伸びるのは早いぞ、まだ伸びるのは早いぞ田中、もっともっと引き出しにかかるか。橋本が今リングロープの最上段です。ストンピング、ぐーっと全体重乗せました。これは重みがあります。まだ田中の持ち味がこれ金沢さん、はい、出てないんですよね。そうですね、これから、こっから僕は頑張れると思いますよ。ほらかこの橋本の勝ちに答えるように田中、しかしまるで小僧をあしらうように、そしてこの膝蹴り来ました。脳天から田中が超ブロッキーです。カウントは2、ゆっくりと橋本です。本橋さん、いや先ほど花束贈呈しましたが、近くで見たらどうですか。もう近くで見たらものすごい迫力に立ちますね。あれは試合前ですから一番気迫がこもってる時、はい、そうですね、すごいですね、その一言で尽きますね、はい、膝蹴りが入りました。そして今田中です。田中のもっともっといい面を出したい橋本、そして田中、夢の対決が実現し、しかし夢の目の前でまだ自分自身が出せないか。田中、臆することなく向かっていたあのゴルドー戦を思い出せ。田中、橋本は言っています。あいつのプロレスに対するひたむきさが好きなんだ。そのひたむきさが田中一向に出すことができない。カウント2、カウント2、橋本選手の攻撃は止まらないですね、止まらないですね。で橋本のコンディションもやはり徐々に徐々に良くなってきたんですね。いいですね、非常にコンディションいいみたいですね。そうですね、橋本慎也、まあとにかくこの人はこの1年間は大変な1年でありました、はい、あどうでしょう、これ首が締まってますか。あ非常に体が苦しくなりましたね。三角締めですね、三角締めですが、はい、これ田中厳しい、厳しい、橋本の力こもってリング中央です。いや逃れられないか、もう力が脱力感があるぞ。橋本のこの三角締めに今田中、場所が悪かったがようやくロープエスケープ、
とにかくこの進化と呼ぶにはあまりにも急激に変化したゼロワンの1年です。で昨年の最も忙しい時期に本当に苦労して持ち帰った NWA の王座、そのベルトを邪険に扱われて怒った橋本であります。ようやく逆襲、田中のやり方には俺流の答えを出すという橋本。橋本そしてあのベルトというのは橋本自身が語っています。 NWA のベルトも旅をしなければダメ、俺がその価値を高める。さて田中後ろを取りました。橋本がしかし、おっと田中がちょっと金田さん、コブラホールドを狙ったんでしょうかね、大谷選手の、力抜けてしまいましたよね。抜けてしまいましたね、すごいキックを食らいました。田中のコンディションが万全ではないのか、なんとか橋本がこれカツを入れます。いやーこれは厳しい戦いになりました。もろに食いました。非常に重量感のある、そして橋本が一気に決めにかかりますか、一気に仕留めに参りますか。役者がやはり随分違うのか、垂直式が出た、鬼の形相変わらず今決着つきました。これ長野さん、橋本が今何を考えてるかですが、いや彼の中にやっぱこの01っていうのを、半年先1年先っていうのがずっと頭に入ってるんじゃないですか。これは、田中に対してはどんな印象でしょう。そうですね、まあ多分これ橋本がねコンディション、まあ俺も今日これ見てね、すごい戦いのスピリットっていうのも